おはようございます。グサを迎えました。フェミックス様様様様。さあ今日も天気良さそうです。ええ行くよ。ええ準備するぞ。おお。テント片付けるぞ。おお。ラジオ体操第一。じゃんじゃらちゃじゃじゃんじゃん。最初は腕を振って前に深呼吸みたいな。腕を上に伸ばしてみたいな。じゃんじゃらじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん。きつい。じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃらららららら。え、分からん、どうやったっけ。回すやつ。え、あ、ラジオ体操がなってませんね。なんかやってたんじゃないんですか。全員がびっちりできるまで体育の授業終わらんとかみたいな。でもこれなんよな、結局。次は次これ違うか。じゃあ音楽がないと無理。これ準備運動です。音に反応してるから。とりあえず準備運動できたらいいから。おうち。ガタガタや。じゃあ今日はまず10キロほど進んだところに奥所があるんで。そこで朝ごはんというか補給します。まず30分ぐらいで着くかな。今日も京都でこんな感じの道やと思うんで修行ですね。まあ面白い出会いが今日もあるかもしれんしな。いや、馬はもう機能で十分なんよ。牛乗んの。いや、まあ、めちゃくちゃね、景色自体は綺麗なんでね、同じ縁が続くっていうだけで、まあ、北海道みたいなもんですわ。メキシコ来てから何回も北海道見たいって言ってるんだか。検問があったな。自転車はスルーやったけど、車の人、車の中までめっちり調べられてたな。そしてその少し手前にさ、馬が亡くなって道路に落ちてて、なあ、衝撃的やったわ。さすがに写真とか映像に残す気にはなれへんかったけど、今まで見た衝撃シーンの中でもトップクラスな。あ、どうしてもあれなんやろうな、馬とか車で引っ張っててさ、その貨車とかもちゃんとしてないやつもあるやん。それで落ちてもうたりとかがあるんやろうな。でけえ。
気をつけてね。うん、よいしょ。わからん。高速じゃないはずなんやけど。バイバイ。フェードパスあるって？いや、ノーって言われた。ノーって言われたらさ、ノーって思ったらさ、道路に戻るぞ。この道路は主要幹線っぽくて、バス停がいろんなところにあるんですけど、バス停の隣には必ず歩道橋があって、誰が使ってるんですかね。もう左右見渡しても 2,3 キロ先まで見えるような道路で、わざわざあんな登る人いるんですかね。今のところ街は別として、この道、この田舎の歩道橋を登ってる人を見たことはありません。延々と同じ景色が続く中ですが、チアパス州を抜けてタバスコ州に入ってたみたいです。全く変化がないんで気づかへんかったんですけど、途中にあった商店みたいなところにタバスコって書いてあったんで、おそらくタバスコ州です。タバスコ州といえばね、日本でもおなじみピザとかにかけるあのタバスコですよね。生産自体はアメリカでやってるはずなんですけど、これ今タバスコに入ったとこなんですが、もう10キロもしないうちに次の州に入ると思うんで、僕らのタバスコのイメージはこの風景になりそうです。タバスコを何も知らないまま終わってしまう。また料金所がありました。これでタバスコもう出てしまうんかな。タバスコとタバスコをつなぐように料金所があったのかな。タバスコの端と端を、橋に料金所があったのかな。お願いします。
Gracias。 おいおい、びっくりした。動くんか。難しい。なんか料金所というよりいろいろ検査みたいなんしてたな。フリーパスやったな、さすがにチャリは。どこまで続いてるんやこれ。店で買い物しました。もちゃすぐらしゃーす。買ってきたよ。熱い。ヨーグルトゲットしました。イエーイ。次の町まで何キロやっけ？ 26。 ひょい、なさすぎやろ間。なんか作ってください、お願いします。エコマート欲だけ間短いんやろ。なんか行き先で違うんかな、よく分からんけど。めっちゃトウモロコシや。全然まだできてないけど。気が狂ってきた。おかしくもなるよこれは。もうアントニーが言ってたな。うん、言ってた、おかしくなるよって、気が狂うよって。これや、くそー長すぎる。サービスエリアや。サービスエリアや。違う、 SA って書いとる。なんとか町まで来ました。あー、しんどすぎ。Mucho calor. Mucho calor.
Where are you going? Merida. Oh, man. 15 pesos. 15 pesos. Guato. Hey, gracias. どうした？めっちゃ後ろ振られると思ったらさ、べっこべこよ。ああ、やった。やった。やった。めっちゃ気をつけてたのに、小砂利でさえめっちゃ避けてたのに、なんで？ああ、今日はもうきっと予定より手前やな。緊急事態です。そしてもうバスコースですわこれは。すいません。途中で。しょうがねえ。余裕を持った行動してないのだわ。余裕あったらあるだけどんどんさ、余裕あるわってなってた。結果余裕ないっていう。まあで、暑いしな。それは無理してもしょうがない。15ペソバナナ。めっちゃある。嬉しい。バナナでも食って回復せい。さあ修理するわ。はい、ありがとうございます。Where are you from? Soy de Japón. Japón. Oh, yeah. Nice. You go Cancun? Merida. Ah, Merida. Sí. Bicicleta. Oh, bicicleta. Little chum. パンクした箇所を探し中。もう2箇所発見できました。チューブ変えちゃった方が早いんやけどな、これもう何回もやってるのな、この人のチューブ。でも全然まだ使える。アジアの歴史が刻み込まれたチューブ。俺の方は1回も変えてないのにこのチューブばっかりパンクしてる。Hola. Compañera de trabajo. Compañera de trabajo. Muy bien. Gracias. Hola. Salteta. Adiós. Yu Yu Tsume Tsume. Adiós.硬すぎるシュガールで、マジ頭おかしい。違うな、これ。はい。格闘中。はまらん。はまりません。なんでな。硬いよね、このタイヤが。なんで？シュワルベのマラソンプラスっていうのを使ってて、で、パンクしづらい。その分硬いってこと？そう。パンクしづらい分、対パンク層みたいなのが分厚くあって硬いわけですよ。なのにこのタイヤめっちゃパンクするんやけど。そうやな、1000キロに1回パンクしてた。なんでなん？4個タイヤあるやん、2人で。これだけめっちゃパンクするんやけど。ちょっとシュワルベさん、どういうことですか？このタイヤもう何箇所やってるか。じゃあまるでそれやったらシュワルベが悪いみたいな、走り方が悪いんですか。走り方が悪い、すいません。うまく宣伝できずすいません。だってシュワルベで多分そろそろ2万キロやねん。私ゼロ回一回したかな、ほんまに記憶にないぐらい。一緒に漕いでる時は見たことないもんな。一緒に漕いでるのでもう多分5000以上、以上漕いでる。全然やってないな。あるかな。なんでこれだけなる。これさ、なんかちょっとおかしいかな。
もしかして違う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 漕ぎ方が悪いなあすいませんシュアルベさん頑張ってパンクしないように作ってくれてるので走りますじゃ問題はこのさパンクめったに修理せえへんからさ、うん、肩痛いやどうやってスムーズに入れるかっていうのをさ、うんうん、毎回忘れて格闘する15分ぐらい格闘してるごめんやで今日はもうね次全然無理やな次、うん、遠いんよね物と物の間がやたら遠いやたら遠いそのくせこの街めっちゃ商店あるからさもう順番に置いてほしくなるもうちょっとだけやな今日は明るいうちは進みたいけどな、うん、果てしないメリダがね見えへんかな遠いって言ってたよあ戻ってる戻ってるぞタイヤが戻ってる復活したあらうまっ、うん、12ペソでしたバイクで売ってたな、うん、後ろの中にアイスがいっぱい入ってた、キャラメルかこれ生き返るな生き返るなめっちゃワンワンやってるシーが抜けてくる抜けかけてるマジで疲れたねえ、ね、いただきますうん美味しいアディオースぎゅうぎゅう詰め詰めや、はい